はい、では2時になりましたので、午後の部を、2日目の午後の部を始めます。私、電研の森です。で、この90分間は統計的仮説検定というものをやります。で、資料に関しては Git クローンで昨日、クローンで自分の PC にダウンロードしていただいた人は、それを Jupyter ノートブックで開いていただければいいですけども、この2の3のところにある、このスタティスカルハイポーセスステスティング 19.ipython ノートブックを開いていただければと思います。で、基本僕の実習では、実際に皆さんの方でなんかコーディングをするっていうことはほぼなくて、というのもこの検定とかはもう関数を実行すれば検定ができたりしますので、でデータを準備するところは結構面倒くさいので、そこは事前にこの Jupyter ノートブックで書いてありますので、それを実行するだけで大丈夫だと思います。で、このスタティカルハイポテステスティング19っていうのを開いていただくと、 Jupyter ノートブックで開くと、これ僕のローカルの Jupyter ノートブックですけども、こういう、ここ出ないかもしれないですけども、この辺まず必要なモジュールのインポートっていうのがあると思います。結構いろいろ使います。NumPy、SciPy、Pandas、あとスタッツライブラリとかいろいろあって、スタッツモデルとか、あとマットプロトライブとかも Seaborn とかも使いますので、で、ここをまず実行してみてください。で、問題なければ何もエラーもなく何も表示されないと思います。これエラー出ちゃった人います？多分アナコンダを普通に入れていれば問題なく全部入ってると思うんですけども、大丈夫ですかね？大丈夫そうですね。はい。では、統計的仮説検定説明していきます。で、今回の講習会の参加者の方々全員が一応 Python がある程度できて、かつ統計の解析もやったことがあるっていう方が、アンケート結果からだとそうなってましたので、基本統計の、去年はその人もいなかった、統計やったことないって人もいたので、この母集団と標本とか尺度水準とか正規分布とか書いてあったんですが、この辺はだいぶすっ飛ばしていきます。ただ一つ重要なのは、今回は講習会 RNSSEC の解析ということにしてますけども、 RNSSEC の解析に限らず大体のバイオの解析っていうのは、もともとサンプル、我々が手に入る生物の中のサンプルですね、これと本当に知りたいものっていうのが母集団と言いますけど、この母集団とサンプルっていうのはそもそも別物だというのが前提であって、母集団からランダムに抽出したものがサンプルですので、サンプルについて検定とかは実際には行っていくわけですけども、本当に知りたいのは母集団だということを、で、常に母集団からサンプルをランダムに取り出すときには、ランダムないろんなばらつきとかノイズとかが入ってしまうということが前提になっています。で、そのノイズとかからの影響をどれぐらいフィルタリングして元の母集団の情報をサンプルから知るかっていう、知るってどうやって知ればいいのかっていうのが、この統計的仮説検定だったり推定とかになります。はい。で、尺度水準とかまあいいですね。確率密度関数、これ説明し出すと結構長くなるんで置いといて、とりあえず今回重要になってくるのは、その正規分布とポアソン分布とかいくつかの分布があります。で、正規分布に関しては、これ連続データに対しての分布ですというのと、なのでマイナス無限からプラス無限までの実数値を取ると。で、平均値に近いほどたくさん、起こりやすいと。で、釣り鐘型になりますよということで、とりあえずこの Python のこの1行目が NumPy のランダムで、1万個の標準正規分布、平均値0で分散が1位の正規分布からランダムに乱数を発生させてくださいというようなコマンドになっています。で、その後はもう作図関数ですね。この Seaborn とか使ってますけども。で、これを実行していただくと、シンボーンとか、あとナンパイとかが正常に入っていれば、ここにこういう0が一番、縦軸がこれ頻度、どれぐらいその値が観察されたのかを意味してますけども、0が一番多くて、左もマイナスにもプラスにも、大体釣り鐘型のこういうグラフができるかと思います。で、これは正規分布の一般的なグラフが大体こういうものです。
皆さんもその統計の教科書とかでこういう図を一回は見たことあるんじゃないかと思います。で、正規分布に関してはこういう形で非常に親しみがあって、特にパラメトリック検定と言われている検定では、この正規分布に従ってたり、母集団の何らかの変数が正規分布に従っているということを仮定したりするものが多いです。それに対して、今回の RNA-seq のデータというのは、シーケンシングをして、リードが何本、何との遺伝子に貼り付いたのかっていうのを集計したりします。あと、スニップ解析とかの場合は、あるスニップの方が何人いましたかっていう情報だったりするので、そういう生物のデータっていうのは連続値ではなくて、なので、0.1とか0.2とかそういう値があるわけじゃなくて、1、2、3、4っていうような離散型、カウントデータの離散型のデータだったりする場合が多いです。で、そういう場合には、この正規分布だと、正規分布があくまで値がカウントデータじゃなくても連続値なので0.253とかそういう値も含んじゃいますので、それだと実際のサンプルとか母集団のデータをきちんとモデル化することができないので、一般的にはこのポアソン分布を使うことが多いです。それカウントデータに対して使う、まず最初に適用するのがこのポアソン分布である場合が多いです。で、このポアソン分布は0以上の整数のみ、なんでマイナスっていう値を取ったりはしません。で、正規分布の場合は、先ほどちょっと説明忘れましたけど、平均値と分散っていう2つのパラメーターで分布が決まるんです。1つに決まるんですけれども、なのでこの2つの値をそれぞれ変えてあげると別の正規分布、別の形を持った正規分布になったりするんですけれども、それに対してポアソン分布は1つの統計量ラムダっていうものによってその分布の形が決定されます。詳しくは説明しないですけども、それのポアソン分布で、じゃあ先ほどみたいに同じように数万個データをランダムに生成しましょうっていうのがこの1行目の何倍のランダムドットポアソンで、ラムダの値がこれがいくつでも変えられますけども、とりあえず0.5とかでやってみましょうかとか、2、別にこれ2分の1、多分皆さんはこれ2分の1になってるかもしれないですけど、2分の1でも同じことです。どっちでもいいです。で、その後は先ほどの正規分布と同じように C ボーンとかで作図をします。これを実行してみてください。で、このラムダの値は何でもいいです。正の整数とか、あとはプラスの値の方がいいですけども。で、実行すると、まあ、こう2万個発乱数を発生させていて、それの頻度情報というのをこういう分布で表しています。こんな感じの0が一番、基本的には0が一番多くなるものになったかと思います。で、この2分の1を0.1とかに変えて、ラムダを変えて実行すると、まあ値が変わったり、分布のパターンがちょっと変わったりするんですけども、基本は0が一番多くなることがほとんどだと思います。ポアソン分布なので、右肩下がりのこういう分布になっています。これが基本です。で、値はかつこの連続値ではなくてカウントデータのように離散的な値になっています。これがポアソン分布です。で、今回扱うものとしては、基本はこの正規分布とポアソン分布が重要になってきます。大体の統計の説明で最初に出てくるのがこの分布とかと、あと母集団とサンプルについての概念の違いです。で、この辺は大丈夫かなとは思うんですけども、仮説検定、先ほど説明したように母集団に標本のデータを用いて母集団について議論することが、一般的に推測統計学と言われていて、なかなか母集団全体をサンプリングするというのは難しい。母集団全体をもう全部生物捕まえてどうこうするとかいうのは難しいので、少数のサンプルから母集団を推測するものです。で、いろいろあって、点推定、平均値とかを推定する点推定だったり、あとは平均値がどれぐらいの値の中に、区間に存在するかっていうのを推定する区間推定だったり、今日扱う検定だったり、いろいろとあります。ただどっちみちその誤差、母集団を標本化推サンプル化推定するので誤差は生じてしまうので、その誤差っていうのが果たして本当に統計的にはどれぐらいその誤差が、
誤差と実際に本当の違い、統計的な違いっていうのを両方を区別する必要があって、誤差によって出てしまった違いなのか、それとも本当にその2つっていうのが統計的にすごく離れていて、なのでその2つのサンプルは違うものだと、違う募集団の由来なのかっていうことを検定する場合が多いです。で、検定のやり方に関して後から説明しますけども、軍艦を比較する2軍艦の検定だったり、他軍の検定だったり、1軍がその中のサンプルが全て同じ募集団から得られたものなのかどうかを検定すると、いろいろと軍が何個あるかっていうで、というので使う検定が変わってきます。ですが、基本は標本を使って募集団に関する統計的な判断を下す方法です。で、帰無仮説と対立仮説、これも大丈夫だとは思うんですけれども、基本は検定は反証法とか、背離法と言われているもので、差があることを証明するために差がないとするには矛盾があることを証明するというやり方になって、かなり回りくどいやり方になっていて、帰無仮説が、棄却したいというか棄却される対象になる仮説で、これが検定の結果棄却できなかったとしても差がないとは言えなくて、差があるとは言えないとしか言えないと、非常にもやっとする感じなんですけれども、これが原則です。なので、帰無仮説が棄却で P バリューとか後で出てきますけども、その P バリューとかが0.05とか0.01とかっていう自分で設定した有意指数よりも値が大きかったとしても、値が大きくて、その帰無仮説が棄却できなかった場合にはもう基本的には何も言えないですと。で、帰無仮説が棄却できた場合に対立仮説を採用するという論理なので、そこだけは気をつけてください。この帰無仮説を棄却できなかった場合にどうすればいいのかっていうのは、差があるとは言えないとしか言えないと。間違っても差がないと。帰無仮説が棄却できなかったので差がないとは言わないようにしてください。よくある間違いです、これは。ここから非常に論文とかでよく出てくる P バリューについてですけれども、P 値と一般には言いますけれども、だいたい論文に P が0.05より小さいとか、そういうものが書いてあったりしますよね。で、これは大抵のバイオの論文で1回は出てくるようなものになってます。で、ここでちょっと記述を修正してあるので、皆さんで書いてる、皆さんが自分のトークで見てるのとちょっと記述が違うかもしれませんけど、標本が帰無仮説に従っていると考えた場合に、標本から計算した何らかの統計量、T 値とかいろいろとありますけど、そういう統計よりも極端な値が得られる確率です。ここ多分極端な値って、この僕のやつではそうなってますけど、皆さんのやつだと極端な値と書いてあって、その統計量が得られる確率となってますけども、それは間違いで、標本から計算した統計量よりもより極端な値が得られる確率です。なので、標本が帰無仮説に従っていると考えた場合に、どれぐらいその値が出ることが矛盾するのかと。なので、帰無仮説には従っていないのかどうかっていうのを判断するときに指標となるものです。絶対的なものではなくて、 P バリューだけであんまり信用しない方がいいんですけれども、一つの指標にはなるものです。で、その時に0.05なのかとか、5%なのか1%なのか0.01なのかとかが問題になってきて、それは有意水準と言っていて、帰無仮説をどれぐらい、その P 値がどれぐらい小さければ帰無仮説を棄却するのか、どれぐらい起こりにくければその帰無仮説は間違ってる、と判断するかを決めるのがこの有意水準になっています。で、これはもう事前に決めていくものであって、 P 値を見てから決めるものではないです。で、P 値だったり、実際この有意水準って何を意味してるかというと、帰無仮説が正しいのにもかかわらずそれを誤って棄却する確率、タイプ1エラーとも呼ばれています。この辺はもう完全に教科書の説明とほぼ同じようなものだと思いますけれども、タイプ1エラーはこの P 値で評価できるんですけれども、逆に帰無仮説が間違っているにもかかわらず誤って帰無仮説を採択してしまう確率っていうのがタイプ2エラーであって、これに関しては P 値では評価しないので、なので検定も万能ではないです。で、P 値も万能ではないです。あくまでこの帰無仮説が正しいのにそれは誤って棄却する確率、タイプ1エラーだけはコントロールできていますけども、こっち側タイプ2エラーに関しては割と P 値と結構相関があったりするんですけど、このタイプ2エラーの確率も。
ただ完全にはコントロールはできてないです、これタイプ2エラーの方は。であとはこれもよく質問があるものなんですけど、片側検定と両側検定っていうのが検定の教科書とかには書いてあります。で大きいと判断す、大きいのか小さいのかで大きいだけとしか考えないっていう場合が片側検定で、大きいの場合も小さい場合も両方と両極端を考える場合が両側検定になっていて、で通常片側検定を使うことはほぼないと考えてください。何か絶対にもう2群を比較して必ずどう考えてもその一方が大きくなるはずだと、例えば大人と子供を比較する場合に大人の方が絶対に身長は大きくなるはずだっていう何らかの事前の情報がない限りは、両側検定、小さくてもよくて大きくてもよくてって両側検定を使うことがほとんどで、片側検定を使うっていうことは何らかのその仮説を限定できるような強力な証拠があって初めて使えるものです。ですね、片側検定が論文で使われてた場合には何らかの理由、必ずその前にとかメソッドとかに片側検定を使っている理由が書いてあるはずですので、まあ、それ書いてない場合はなんかちょっとなんでだろうとよく考えた方がいいと思います。で自分ご自身が使う場合も普通は両側検定を使って、片側検定を使う場合は学会とか論文とかで発表した場合も必ずほぼ必ずなぜかっていうのは突っ込まれると思いますので、まあ、業界の定石とかになっている場合はいいんですけど、そうじゃない場合は気をつけて使った方がいいです。はい。で検定の使い分けですけれども、いろいろと検定手法はあって2つ大きく分けられて、パラメトリック検定、これについては母集団の分布、大抵の場合正規分布とか T 分布とか仮定を置きますけども、そういう母集団の分布について一定の仮定を置いて、それに基づいて統計的仮説検定を置くものということになっています。正規分布に限っているわけではないですけれども、でそれに対してノンパラメトリック検定というのは母集団の分布について強力な何か仮定を置いているわけではないものでして、普通は大抵の場合は感覚尺度とかで比率尺度についてもこのノンパラメトリック検定というのが明示的に書いてある場合が多いです。で感覚尺度とか比率尺度の場合はパラメトリック検定かノンパラメトリック検定かどっちか選ぶことができるんですけども、カテゴリーのデータだとか順位のデータとかそういうデータの場合はもうノンパラメトリック検定しかそもそも存在しないので、はい、そういうものだと思ってください。値の差にあまりこの辺だと思うと意味がないので、順応速度はちょっと違うんですけども、名義尺度は少なくとも ABC とか A と B と A と C の間に何か値の大きな差っていうのがあるわけではなくて、それに対してパラメトリック検定とかでよく使う数字の値の差とか50と100とかそういうものについてパラメトリック検定を使う場合もあればノンパラメトリック検定を使う場合もあります。そこは考えている母集団をどういう分布を仮定しているかによって変わってきます。でいろいろと検定方法あります。でここにざっとリストしてます。よく非常によく使われているものを選んでリストしましたけども、データの形式が群が1個しかなくて、でかつそれぞれがカテゴリーのような ABC のような値の名義尺度の場合には二項検定とか開示上の適合度検定での使ったりしますし、あと独立2群、これ非常によく使うとは思うんですが、男女とか、あとは今回の酵母 の RNA-seq の場合もコントロールと栄養を欠乏させた場合っていうのは独立の2群でそれぞれ各遺伝子がどれぐらい発現してましたかっていう場合も、こういうの開示の独立線の検定今回使いますけども、そういう場合に使ったりするものです。であとはパラメトリック検定に対するものとして、マンホイットには有検定、ノンパラメトリック検定で非常によく使われているのがこの独立2群で両者を比較する、群を比較する場合にマンホイットには有検定がよく使われています。それに大体ペアとなるものがパラメトリック検定の T 検定になっています。はい。で、そうですね。で、こう、リストがありますけども、それぞれの検定が何かって、どういうものの手法なのかっていうのは、個々の検定の教科書にきちんと書いてありますので、それらを読んでください。で、ここでは、まずとりあえず Python でどうやってやりますかっていうことです。まず、
昨日、その Jupyter ノートブックで多少解説がありましたけども、このパーセントをつけると、この後の LS っていうのは、これ Python のコードではなくて、Unix とか Linux のコードなんですけども、これをとりあえず実行してみてください。これ人によって多分出力が違うと思います。僕の場合は、この今、Jupyter ノートブックを実行しているディレクトリに大量にファイルが置いてあるので、こうずらっと並びましたけども、あんまりたくさん出ないんじゃないですかね。人によりますし、すごい散らばってる人はここにたくさんファイルが、これ1個ずつファイル名です。少なくとも、多分このインプットっていう、これは出たんじゃないでしょうか。インプット出なかった人います？出ないですか？多分、Git クローンでやられると、おそらく、で、Jupyter ノートブックをどこで実行したかによるんですよね。で、多分、ここに、もしインプットが出なかった場合は、ここに %pwd で実行すると、今自分がどこにいるのかっていうのが、これも Linux のコマンドですけども、実行されますので、それで、自分の今の居場所がわかりますので、手がかりになるかもしれないです。他にインプットを見当たらなかった人いますか？大丈夫ですかね。で、この実習では、多少、午前中に紹介があった、酵母の RNSEC のデータで、レプリケートが3個で、バッチとケモスタット、普通のコントロールの場合と、A を欠乏させた場合の RNSEC のデータっていうのを使います。で、それがインプットの下に入ってますので、それを読み込んでみてください。Pandas のリード CSV を使ってます。リードテーブルでもいいんですけど、リードテーブルの場合だとワーニングが出てしまうので、去年はリードテーブル使ってましたけど、今年はリード CSV にします。タブ区切りテキストの TSV ファイルですので、セパレータイコールこう T と追って、で、ローの場合はもう本当にリードが各遺伝子何本貼り付いたのかっていう情報、実際これマッパーでゲノムに対してリードを貼り付けていて、その結果を表示を集計しているものですけれども、で、それに対して、このカウントアンダーバー TPM の方はタグパーミリオン TPM っていう統計量を集計しているものになります。で、この2個を実行していただいて、とりあえずまずロータグの方を中を見ようと。で、これ5000行ぐらいあるので、ヘッドをつけないと結構大変なので、ロータグドットヘッドで中身を見てみます。そうすると、こうずらずらと最初の4行、ここのヘッドをの中に数字入れると行数固定指定できるんですけども、何も数字入れないと多分4とかそれぐらいしか出ないですね。5行ですかね。で、各行が各遺伝子。遺伝子名がついてなくて単なる ID なんで、何の遺伝子なのかよくわかんないんですけど、酵母、サクラメセスセレビジアだと思うんですけども、各5000ちょいの遺伝子が1行ずつ並んでいて、それにバッチ1、2、3、レプリケートが3つあって、普通のコントロール条件での遺伝子発現と、ケモスタット、これ酸素、栄養欠乏条件でのレプリケート。レプリケート3と3でそれぞれ2群あるっていう状態ですね。全部で6サンプルの RNSEC のデータです。じゃあ同じように TPM の方も見てみましょうか。で、TPM の方は、この TPM.head を実行していただくと、このように補正された値になっていて、もともとがこの何本貼り付いたのかっていうカウントデータだったんですけども、それをある程度データ補正して、0は0のままなんですけども、このように連続値になっています。
で、これだけでもヘッドだと5行しか表示されてないので、ちょっとわからないので、これを中身を要約するのが、デスクライブっていう関数になります。で、ロータグ、ドットデスクライブをすると、ロータグで読み込んだファイルのデータが要約されます。で、こちら側はカウント1行目、それぞれの各列ごとに情報が要約されていて、カウント1行目がこれはもう遺伝子数です。今回各遺伝子が遺伝子1個について1行なので、それが何行あるかっていうのはつまり遺伝子数なので、5983遺伝子について情報がありますということです。で、平均的なタグカウント何本貼り付いたかっていうのは、大体これがサンプルごとに結構違ってますね。762本ものやつもあれば1000本とかもあります。で、最小値が、1本も貼り付かなかった遺伝子もあると。で、中央値がこの50%のとこでこれぐらいと。で、最大値はもう強烈な、ものによっては7万2千本とか10万本貼り付いているサンプルも、遺伝子もありますね。というのが、このデスクライブで出てくる全体の大体の要約の値です。これが単、あの、ローデータだったので、じゃあ TPM に直した場合どうなるかを見てみます。これも TPM.deskribe、ピリオドの後にデスクライブで括弧で出てきます。こちらもカウント、遺伝子の数は変わらないんです、もともとは。で、それに対して平均値が全部揃ってます。167.140231っていうのが全部のサンプル揃ってます。これ、なんで平均値揃うかというと、 TPM っていうのは全部値を100万、リード数を100万本あると仮定しています。なので、100万本、簡単な算数ですけども、すいません。なので、100万本割る5983をやってみると、この遺伝子の数が5983なので、これを実行すると167.140231で、ここと同じになりますよね。なので、100万、リード数が100万だと考えて、で、この5983個の各遺伝子の発現量のタグカウントのデータを補正したものが TPM になりますので、平均値は遺伝子、全部の遺伝子の平均値の必ずこの100万を遺伝子数で割ったものになるはずです。で、この場合ちゃんとなってますね。ただ中央値とかはそれぞれ違ってますし、スタンダードデビエーション、データのばらつきもそれぞれ違ってます、サンプルごとに。で、マックスの値もサンプルごとに違うと。そこは変わらないんですけども、この平均値のところは全部のサンプルで同じです。それは TPM の違いですね。TPM 何かというのがここに書いていますけど、トランスクリプトパーミリオンとかタグパーミリオンとかいろいろと言い方ありますけども、RPKM とか FPKM は昔は使われていたんですけれども、最近非常によく使われるようになってきているのがこの TPM です。で、RNSSEC の解析手法のデータの補正方法として論文が出ていて、それが数年前の論文が出ているんですけれども、何がいいかというと、2012年に出ていて、もうタイトルが RPKM Measures in Consistent Among Samples ってなかなか激しい論文ですけども、これは結構特殊なことを考えているんですけどね、特殊な場合だとうまく FPKM とか RPKM はうまくいかないということを指摘していて、実際のところほとんどの場合、今でもショートリードで RNSSEC の解析をやっていることがほとんどだと思います。そうすると1本のリードの長さっていうのが100から300ベースぐらいなんですね。で、これはメッセンジャー RNA の通常の一般的な長さに比べると短いので、普通メッセンジャー RNA だとか RNA をまず断片化します。超音波とかいろんな破砕方法で断片化して、で、なので1本のメッセンジャー RNA から理論的には複数のリードが取れてきてしまいます。そうすると、例えばロングノンコーディング RNA とか長い遺伝子のメッセンジャー RNA だったりする場合って、かなり場合によっては
数十キロぐらい長さがあるので、そこからもともとはそれ1本の RNA だったにもかかわらず、リード数としてはすごい数のリード数が取れてきてしまうんですね。それに対して短いメッセンジャー RNA からはリード数そんなに取れないので、どちらももともとは RNA としては1本ずつなんですけども、リード数に直してしまうと長い RNA からたくさんリード数が取れてきてしまうと。でそれがその本来どちらもで遺伝子の長さに関しては FPKM とか RPKM を補正はしているんですけども、メッセンジャー RNA のその何本取れてくるかっていう、もともと RNA-seq のデータもシーケンシングするときに大抵ワンランで1サンプルってことはなくて、ワンランで10サンプルとか8サンプルぐらいサンプルをこの等量 RNA の濃度を合わせてシーケンシングしますね。でなのでリード数がそのまま RNA の濃度にはならないんですね。もともとの全部リード数がその相対値化されてしまっているので、そうすると RNA のもともとのプールがあって、そこからランダムに100万本とか1000万本取り出すといって、もともとの RNA の量とから考えると結構少ないんですね。それはでそこから1個なんかめちゃめちゃ長い RNA があったりすると、そこからたくさんリードが取られちゃって、他の短い RNA とかがあんまり取れてこないっていう、まあ、相対値だとそうなっちゃうわけですよね。絶対量だとなんかね、でかい RNA が1個あったとしても、それに影響されて他の RNA があんまり見つかってこないってことはあんまり起こらないはずなんですが、これ相対量ですので、もともとの母集団っていうのが、まあ、ものすごい多い中から数百万本とか数千万本とか取り出すので、そうなった場合になんか長い、非常に長い RNA が1個あったりたくさんあったりすると、それによって短い RNA っていうのがあまり見つかってこなくなっちゃうというような不公平が生じるというのがこの論文の要約です。でそれを数学的に書いてあるのがこの論文です。ですので、まあ、そういうロングノーコーディング RNA とかすごく長いメッセンジャー RNA とかがあった場合に、短い RNA があまりリード数としてたくさん取れてこなくなっちゃうような補正のズレみたいなものが RPKM とか FPKM だとありますよということがこの数年前に言われて、なのでそれをうまく補正するのがこの TPM ということで提案されています。両者で違いっていうのはもう本当に割り算の順番の違いなんですけどね、全部のリード数で割ったりするのが RPKM とか FPKM でやってるんですけども、まず各遺伝子の長さでマップされたリード数を割って、その後に全リード数で割るっていうようなことをしたりするので、割り算の順番が2つで違います。それだけです。でなんかまあ非常に分かりにくいものだと思うんですけれども、詳細が知りたい人はこの論文を読んでいただければいいかなと思います。そうですね、スライトモディフィケーションも RPKM that eliminates this inconsistency and call it TPM と、この論文で TPM を定義していますので、はい、なので基本は RPKM、FPKM よりも TPM を使った方がいろんな場合に適用できるというので、今は TPM を使われることが多いです。ただほとんどの場合で RPKM と FPKM を使ってもあまり差はないんですけども、TPM と。ただ一部の場合にちょっと TPM じゃないと変なバイアスがかかってしまうということがあります。ということで TPM がよく使われています。はい。これはもう RNA-seq に限った話なんですけれども。で、じゃあとりあえずこのさっきのこのたくさんリード数があったりするわけですけれども、どれぐらい各遺伝子が発現しているのかっていうのをグラフ化してみましょうかと。まずはロータグドットバッチアンダーバー1をグラフ化してみましょうか。こんな割と極端なグラフになったと思います。で、バッチアンダーバー1は先ほどのデスクリプションのところで72,079がマックスの発現タグカウントでした。で、ここがなぜマックスになってます。7万ちょいが。ほとんどの遺伝子っていうのはほとんど発現してなくて、ほんの一部だけがめちゃくちゃ発現してるっていうようなことがこれから分かると思います。ポアソン分布に近いような分布になってますね。ちょっとポアソン分布が少しずれてるんですけども、
で、次にじゃあ TPM を補正した場合どうなのかっていうのが次のこれです。ちょっと値が2万とかになってるんで、MAX が下がってますけども、基本的にこの0付近に値が集中するっていうのは変わりません。TPM で補正してもそこは変わらないです。で、どちらも正規分布というよりポアソン分布に近そうと。0付近の値がすごく多くて、そこから先の値が大きいものっていうのはほとんど存在しないっていうような分布になっています。じゃあこの TPM バッチ1とかバッチ2、それぞれレプリケートとなってますけど、本当にレプリケートと考えていいかどうか、各遺伝子の発現量がレプリケート間ってどれぐらい違っているのかを見るために散布図を書いてみます。で、TPM ドットバッチ1と TPM ドットバッチ2で散布図を書いてみましたけれども、これはもうタグ TPM の値での散布図です。別にカウントデータの場合でもいいんですけど、カウントデータの場合ですと、そもそもサンプル間でリード数、トータルリード数が違うので、それが補正されてないので、きれいな散布図にはならないと思います。なので TPM を使っています。そうすると、すごくきれいな直線になりますに乗ってきますね。なのでレプリケートと考えてみればそうかなと、これから直感的に判断できます。で、各点が各遺伝子の発現量を表していますけれども、すごいたくさん発現している遺伝子もあれば、大体の場合はどちらのサンプルでもあんまり発現してないものが多いと。じゃあこれをレプリケートじゃなくて群管で、ね、の1サンプルずつ、とりあえずバッチ1とケモスタット1で発現量を遺伝子ごとに見てみましょうかというのがこのグラフです。そうすると、さっきのバッチ1バッチ2のサンプル図と比べると、もう明らかに値がばらついてますね。特にこの辺のやつ、こっちは、縦軸がケモスタット1なので、栄養欠乏した場合ですと、だけで発現しているような遺伝子がこの辺ですね。1、2、3、4、最低でも5個の遺伝子は栄養欠乏した場合だけですごく特異的に発現して、強発現な遺伝子があったり、で、どっちの条件でも発現している遺伝子、強発現な遺伝子はいくつかあると。でもレプリケートと比べると、普通のレプリケートと、バッチ1、バッチ2のレプリケートと比べると、グラフが全然違っているということが分かります。なので、基本まず統計解析する場合も、データの全体の分布を見た後に差がありそうかなと思ったら、統計検定をすればよくて、差がなさそうだったら別のことを考えた方がよくて、なので散布図にするのはすごく重要です。ただこれ1対1の散布図でしかないので、じゃあ全体全の散布図を書くのが次のこのシーボンのすごくいい関数が、ペアプロットっていう関数がありますので、それを実行してみます。これ結構時間かかります。実行してもすぐには結果が出てこないかと思います。今回バッチが1から3で、ケモスタットが1から3、全部で6個のサンプルなので、6対6の全組み合わせのサンプル図がずらっと出てきます。ここバッチ1なので、バッチ1対バッチ2、バッチ1対バッチ3、バッチ2対バッチ3で、バッチ1対ケモスタット1っていうふうになっています。この辺もケモスタット1、ケモスタット1と2、ケモスタット1と3とかになってますね。そう見ると、レプリケート間ではすごくどれも割と相関高そうな一直線のグラフになってます。で、それに対して群間だと結構ばらついてますね。というのが、こう一目で分かるので、非常にこのペアプロットは、サンプルの数がそんなにない場合、100対100とかそんな感じじゃなくて、数十の場合はペアプロットは割と使いやすい表現方法です。では先ほどこの太陽間、割と一直線乗ってきますねと、相関高そうですねと言ったその相関についてですけれども、相関係数が一般的にはサンプル間で遺伝子発現とか、サンプル間でのパターン、変数のパターンがどれぐらい類似しているかっていうの、関連性の度合いを計算するときに、評価するときによく使うのが相関係数です。で、相関係数にもピアソン相関係数とスピアマン相関係数が非常によく使われています。両者は割と違っていて、ピアソン相関係数は元々の変数の母集団の分布に正規分布を仮定しています。
で、かつその値が感覚尺度であることが前提で、なので、まあ、500と100とか、まあ、5000と1万とかで値の大小っていうのも相関係数の計算に考慮に入れてます。なので、例えば何個かここのグラフとか見ると非常に値が大きくて、でも一方でしか値が出てないような遺伝子だったりしますけど、こういう外れ値の影響をすごく大きく受けるのがピアスの相関係数です。なので散布図見てなんかやたらと値が大きいような外れ値があったりして、直線上に乗ってるんだったらまだマシですけども、こういうような一方にしかなかったりするような外れ値はかなり影響を強く受けちゃいますので、まあ、そういうものがあったりすると、あんまピアソン相関係数を使いたくはないなというのが普通の考えです。そういう場合に使いやすいのが、このなので外れ値があったりする場合に使えるのがスピアマン相関係数になります。これはもう値の大小というのを順位にしか、1位、2位、3位、4位、5位とかっていう順位にしか直す、順位に直してしまうので、500と1000の違いも、500と510の違いも、どちらも1位、2位とかっていう順位の違いだけに直すので、両者は同じものとして扱います。なので、外れ値があったとしても、かなり影響は小さくなります。ですので、今回の場合、まあ、とりあえず無難にスピアマン相関係数を使うかということで、スピアマン相関係数を計算するプログラムがこの3行です。実際この1行だけでスピアマン相関係数は計算できます。スタッツライブラリーのスピアマン R という相関の関数に TPM バッチ1とバッチ2の値を、これ遺伝子全部の値ですけど、を入力すると。で、その後、これ R とかでもそうなんですけども、相関係数の計算とか、だいたい統計の計算のプログラムだと、値を何種類か返します。このスタッツ .spearman-R 関数だと、相関係数のコリレーションの値と、あとは相関係数が優位に相関があるのかどうかを判断する p バリューの2つを返しますので、この値の受け取り先の変数は2個用意します。で、どっちがどっちなのかを区別するために、このプリントでスピアマンコリレーションの方は値がこれですと、で p バリューの場合はこれですと書いてある。ここがもう完全出力の関数です。これを実行すると、これは全員で多分値が同じになると思います。スピアマンコリレーション0.99、まあ、相関係数、マックスが1で、ミニマムがマイナス1ですので、もうめちゃくちゃ相関高いということを意味してますけど、当然、そのバッチ1、バッチ2ですので、これなので、それは相関高いと予想できるわけですけども、スピアマン相関係数でも0.99で、p バリューに関しては0。もうめちゃくちゃ値が小さいので、すごく優位だと。すごく優位っていうか、まあ、優位だと、はい、判断されます。じゃあ、これが、レプリケート間ではなくて、群間の場合どうなるかというのが次で、tpm.batch_1 で、chemostat1 の場合ですね。そうすると、まあ、その場合の相関高いんですけども、0.82、十分相関高いんですが、これぐらいの値になります。で、これですよね。まあ、値大きいのは、もう一方でもある程度値大きいような関係性はあるようですと。で、先ほど外れ値があった場合っていうのは、まあ、相関係数の方がいいですと言ってますけれども、じゃあピアソン相関係数でどうなるかっていうのを計算しているのがここです。で、関数名がスピアマン R じゃなくてピアソン R になっています。それだけしか違いはありません。で、バッチ1とバッチ2はスピアマンドラがピアソンドラが相関高いのは当たり前なので、まあ0.99になります。一方、バッチ1とケモスタット1だと外れ値がありましたので、どうなるかを、ピアソンの場合だとどうなるかを見ているのがこのコードになって、0.69、
割と高いですけれども、スピアマンだと0.82だったのが0.69になっています。微妙に相関、単純に相関係数の値を比較するわけにもいかないんですけども、ちょっと値が低くなっています。で、ケモスタット1とバッチ1っていうのは、このいくつかケモスタットだけに好発現なものがあるので、この辺がスピアマスの相関係数の値を低くしている原因かもしれないと推測はできます。なので、やっぱりこういう場合っていうのはスピアマス相関係数を使った方がいいですねと。教科書的にはそう書いてあります。ただ、どっちにしろその相関係数、だいたい0.7とかそれぐらいだったり、p バリューもこの0、ほぼ0にだというような値が出ているので、非常にバッチ1とケモスタット1、なので群間でも相関が高い、遺伝子発現の全体的な発現パターンは相関が高いというような結果になっています。ただし、その相関係数の優位性の検定、ここで出てきた p バリューは、これもですね、この辺に出てくる、相関係数を計算したときに一緒に出てくる p バリューっていうのは、相関係数が0であるか否かっていうのの検定です。なので、相関係数が高いことを意味している検定ではなくて、相関があるかないかを判断する検定ですので、これが p バリューがすごく0に近い値になったとしても、相関が高いということは意味していないです。相関があるということは言えますけども、相関が高いということは言えないので、基本はこの p バリューと相関係数の両方で判断してください。この場合は p バリューが0に非常に近いので相関はあると。で、相関がどれぐらい高いのかっていうのは、このスピアマンコリレーションの値をもとに0.82なんて非常に1に近いので高い相関があるというふうに論文とかでは言うようにしてください。相関で見えることっていうのは、両者の間に関連性がどれがあるかを見る、定量的にある程度評価できますけども、ちょっと微妙にそんなにパワーがあるものではなくて、なので、通常は相関だけではなくて、検定、群間でと本当にどれぐらい似てるか似てないかっていうのは、客観的に判断したい場合っていうのは、統計的検定を、群間の検定をすることが多いです。それが次に紹介している群間全体像の検定の部分です。で、バッチとケモスタット間、レプリケート3なので、一般的には検定するにはちょっと N の数が足りないんですけれども、一応やってみます。で、分布が先ほどグラフ化したように正規分布ではなさそうなので、ノンパラメトリック検定を使います。で、マンホイっていうのは有検定ですね。2群で独立した2群の間の検定ですので、マンホイっていうのは有検定を使います。で、マンホイっていうのは有検定、非常によく使われている検定なんですけども、何も制約がないかというとそうではなくて、母集団の分布、変数の母集団の分布が正規分布をしている必要性はないんですけれども、サンプルが由来した母集団、2つの群があったときに、その2つが同じようなばらつき具合、データがどれ同じようなばらつき具合、正規分布の場合は分散って言いますけども、同じようなばらつき具合であることが前提です。ですので、例えばボックスプロットとかヒストグラムとか書いた場合に、もう値のばらつき方が全然違っているようなサンプル間を比較したい、群間を比較したような場合には、マンホイっていうの有検定は厳密には使うのはあまり良くないと言われています。で、そういう場合には結構マイナーな検定方法なんですけど、ブルナーマンツェル検定というのを使った方がいいですよと言われています。R にも Python にもこれをやる関数はあります。通常はマンホイットの有検定を使うことがほとんどですけれども、で、かなり普通こんなことをしないんですけども、本当に有検定でバッチとケモスタットとか全組み合わせで遺伝子発現量に違いがあるかどうかを検定するのが、この悪夢のようなものですけども、普通は変数とか使った方がいいんですけども、ここでは分かりやすいようにこう書いてます。
で、スタッツライブラリーのマンホイットニーの U っていうような関数でマンホイットニーの U 検定はできます。一方に変数1個目に群1で、変数2個目に群2のデータを入力して、この中には遺伝子5900個ぐらいの遺伝子の発現量のデータが入っているわけですけども、それぞれ5900個ずつ同じ数のデータがあって、それを入力して、で、両側検定か片側検定かを表すのがアルタネイティブって、これを指定しないと片側検定になります。で、このなんで、こうちゃんと2サイデーってと指定して、両側検定だということを指定して、その上で検定をします。で、各検定の p バリューの値っていうのをこの b1c1 とか変数に1個ずつ入力していって、最後にその変数を出力するっていうようなプログラムになっています。バッチ1、ケムスタット1、バッチ1、ケムスタット2、バッチ1、ケムスタット3っていう、まあ全部の組み合わせですね。バッチとケムスタットをやっています。皆さんも実行すると多分この値が出てくると思います。実行するとこれ p バリューでちょっと分かりにくいんですけど、これ p バリューで、まあめちゃめちゃ値が小さいということを意味しています。 e のマイナス47乗とか e のマイナス50乗とかなので、ものすごく優位に2つの間、バッチとケモスタとコントロールと栄養欠乏状態では全部の組み合わせで、まあ優位差出ますよということは、優位差ありますよとは出てます。じゃあレプリケート間でも同じように優位差があると言えるんじゃないかということで、バッチ1、バッチ2とか、バッチ1、バッチ3、レプリケート間、あとケモスタット1とケモスタット2とかでも検定をしています。そうすると案の定というか、大体の組み合わせでこのギリギリ優位差はないとなるんですけども、0.08とか0.17とか、1個だけこの0.0048レプリケート間でやっていて、なのでこれはケモスタット1とケモスタット3の間の検定で有意差はあると出ちゃいます。で、本当に有意差あるのかどうかっていうのは、まず見るためにサンプル図を見ると、ケモスタット1とケモスタット2で、あ、すみません、ケモスタット1とケモスタット2じゃないな、ケモスタット3か。下から2個目が有意差ありなんで、ケモスタット1とケモスタット3ですね。すいません。ケモスタット1とケモスタット3にしてサンプル図を書くと、これぐらいのサンプル図です。普通に考えて似てるように見えるんですけども、これぐらいでも有意差出ちゃいます。はい、そんなもんです。そういう検定です。 はい、なので、まあ、ここにも書いてます。このような違いでも有意差があるとする検定手法を、この比較解析で使うべきなのか考える必要があると。はい、そうなんです。あまり、まあ、本当に有検定を全部の組み合わせでこうやらないっていうのは言ってみましたけども、割と順位データに直すと、こう見た目であんまり差がないように見えても有意差あるっていうふうになっちゃうこともよくあります。これどう解釈するかは、統計的な優位性っていうのが実際の生物学的な優位性とは別のものなので、統計的に優位だったからといって生物学的に優位かどうかっていうのはまたもう一回考える必要があるので、そのいい例だとは思うんですけども、一応これレプリケートとしているので、ただ実験誤差とかもあるので、統計的には値がブレていて優位差が出るっていうこともあるとは思います。で、これをどう判断するかどうかはもう各研究者に依存です。答えはないです。もともと実験データなので答えがあるわけではないので、論文ではこれを、もともとこれヌグレッカーシードリサーチかなんかに出ていた論文ですけども、それだとこれは似ているとしてレプリケートとして、同じレプリケートとして扱っています。はい、まあ検定するとこう有意差出ることがあります。で、全体像として、マンハイというのは有検定でこうやって普通に検定するとこうなりますけれども、じゃあそもそもどの遺伝子が実際に見たかったのは、全体像の発現量の差っていうのももちろん見たかったんですけども、その栄養欠乏条件で発現量がすごく変わるような遺伝子って何なのかっていうのを知りたいのが普通のアレンセックだと思います。
なので、各遺伝子、群間で各遺伝子がどれぐらい発現量が変わっているのかっていうのを見るというのが、もうオミックス解析でよくやられていることです。で、それについてまず次にやります。これは大体こういうデータ形式に対して検定をすることが多いです。ある遺伝子1個あって、それがタグカウント発現量リード数として、群1個目だと50個見つかりました、群2だと100個見つかりました。で、それ以外の遺伝子の場合だと全部合わせると、だいたい数千万本とか数百万本ヒットしてますっていうのは、こういう分割表、2対2の分割表と言いますけど、これで検定をすることが多いです。といっても今回レプリケート3つあるので、そこからこの群1群2の1つの値にするのどうすればいいのかと、午前中の講習会でもやりましたけども、よくやるやり方がこの3つ。単純なやり方ですと、レプリケートは全部同じものだと考えて、値を全部合計しちゃうと、とか平均値求めちゃうとかっていうのをよくやるやり方です。実際の RNA セックの現場で解析ではこういうことはあんまりしないんですけども、それは最後に説明しますけども、単純なやり方とこうやります。で、バッチ1、バッチ2、バッチ3で、まずこの全部の遺伝子の発現量、リード数の全体像ですね、をまず集計してあげて、この2行でまず集計してます。その後に、ここで放分で、本当は5953とか遺伝子全部で放分を回す必要があるんですけども、最初の10遺伝子とりあえずやって検定してみようということで、ここ10の値にしています。で、バッチ1、バッチ2、バッチ3で、I 番目の遺伝子のバッチ3、このレプリケート間で、このタグカウントの合計値、こういうの値ですね、群1のこの値というのを計算するということをしています。その次に、じゃあもう1個の群の方、ケモスタットの方のは1、2、3で合計値を計算する。で、それを X と Y っていうそれぞれの変数に入れて、もう1個、じゃあその検定がちょっと厄介で、この遺伝子1以外の遺伝子の合計値っていうのがもう1つの分割表には必要になるので、それをここの SX はこの全部の遺伝子のヒット数の合計値ですので、そこからある遺伝子のにヒットした遺伝あのリード数の合計値を引いてあげると、この部分の値が出てきますので、それを計算していきます。ただ開示条件独立性の検定、割と昔は使われてたんですけど、今はあまり使われなくなってきている理由の一つが、値が1個ずつのその分割用のこの1個ずつの値のどれかが非常に値が小さい場合に検定があまり正確じゃないということが理論的に知られています。一般的にそれ5以下とか、特に0だった場合っていうのはとても値が悪くなると、値悪くなって値があまり信頼できない、検定の結果があまり信頼できないものになると、これはいろんな教科書に書いてあります。ですので、この場合でも今回の場合っていうのも値発現量はどっかのサンプルでゼロになっているっていうのはよくあるんですね。そういうものの場合にはもう P 割を計算しないっていうことをここでやっています。あまりこれ一般的なやり方じゃないんですけども、今回は一応検討してそういうことをしています。で、実際に開示条検定をしているのがここの開示条2つのドット開示をコンティンジェンシー開示をドブの適合度検定をしています。で、入れ物検定の入れ物を作るために何パイのアレ関数を使っていますけれども、これとりあえず実行してみると、やたらとコメント僕長く書いてありますけれども、多分普通に実行できると思います。で、実行すると P バリューがボロボロと出てきます。で、なんか1、2、3、4、5個目が0.019で、最後がもうほぼ0で、9個目がまた P バリューすごく小さい値が出てます。
で、どれぐらいの値だったらこのぐらいの p バイオになるかを見るために、ロータグドットヘッド、まあ、最初の10行、10遺伝子についてこの表示してみます。そうすると、1、2、最初から5個目っていうのがこの GEN0065 なんで、2、8、10。バッチの場合は、それぞれリードがこれぐらい張り付いていて、もう1、ケモスタットの場合だとこれくらい。これぐらいの差でも、有意差ありとなっちゃいます。で、一方、このめちゃくちゃ値が、p 値が小さい10個目は、65、82、59と738、922、1109。まあ、これは有意差ありとしても、なんか直感的には良さそうだなと思うと思うんですね。実際これ3つを合計して、バッチの値としていて、ケモスタットの値もこれ3つ合計しているわけですけど、まあ、この値の差がこんだけあれば、これ全部のリード数の合計値はここでは表示されてないですけども、まあ、直感的にこの3つの差ってなんか差がありそうに見えます。で、実際、ここの開示条件定でも、p 値がすごく値が小さくなっています。ただ、ここだともう10回検定をひたすら繰り返して p 値をそのまま表示してますけど、まあ、統計の教科書を読んだことある人だと、必ず言われるのが、検定の多重性の問題です。何回も繰り返しているので、で、アルファっていうものは、これは1回ずつの検定で間違っちゃう、間違って帰無仮説を棄却してしまう確率です。ですので、まあ、それを10回検定を行った場合っていうのは、どれか1回で間違えてしまう確率っていうのは当然高くなるので、それをある程度、あんまり間違えないようにしたいということが検定の多重性の問題の本質です。通常よく使われているのが、ものすごく計算が簡単なので、ボンフェロニ法を使います。ボンフェロニ補正っていうのは、もう各 p 値、出てくる p 値を、検定ごとの p 値を検定回数分だけかけてあって、当然 p 値は大きくなるわけですけれども、その値を有意性の判定に使うのがボンフェロニ補正です。10回だと p 値に10ってかけます。それだけです。非常に分かりやすいやり方です。で、Python だとこのマルチっていうようなモジュールの中のマルチプルテストの中に、そのボンフェロニ補正をやってくれるプログラムがあります。まあ、関数があります。で、AR はもともと先ほどの、これですね、ここの最後に p 値を10個格納した、開示条件定の10個の p 値を格納したデータ構造がこの AR になっています。で、これをそのまま表示しているのが1行目で、2行目がその AR に有意性が0.05だとして、で、ボンフィオリン補正をしてくださいと書いてあるのがこの2行目です。これも実行すると、1行目にもともとの p 値が出てきて、2行目にボンフィオリン補正をした後の p 値が出てきます。1のものは最初から1なので、もう関係ないんですけれども、0のものもほぼ0、そのまま10かけても0なので、いいんですが、例えばこの9個目だとマイナス13乗になってたのがマイナス12乗になってます。あと0.019が0.193になっています。なんですが、ボンフェロニ補正、各 p 値が10倍になっています。これがボンフェロニ補正の多重性の補正になります。実際5900個ぐらい遺伝子がある場合は、これを 5×5900 をしないといけないので、当然この0、この0.019なんていうのは有意差なしってなってしまいます。この辺は5900しても、かける5900しても有意差になりますけれども、なのでボンフェロニ補正は一般的にかなり厳しい補正方法です。で、その代わりに非常に論文でよく使われているのがホールスディスカバリーレートと言われているものです。で、ホールスディスカバリーレートに関しても、いろいろと計算方法はあります。で、詳細は説明しないですけれども、よく使われているのがこのベンジャミン・ホッジバーグと言われている方法で、これはもうここに書いてあるように、各検定で得られた p 値を小さい順に相当してあげて、一番小さいものっていうのが1位として、検定回数がこの n ですけども、1分の10、一番最初に最も p 値が低いものに関してボンフェロニ補正と同じ
厳しさで補正をしますけれども、2位とか3位とかになってくると、もう少しこの2位とか3になるので、ここの値がちょっと小さくなりますよね、ボーヘオリ補正よりも。っていう工夫をしているのがベンジャミン・ホッチバーグ法による FDR です。この場合は普通の P 値と比較するように、区別するように Q 値と Q バリューと言われる場合が多いです。実際にこの計算するのが一番早いんですけれども、これも先ほどのマルチとマルチプルテスト、ボンヘロニ補正の時の計算で、ここメソッドイコールボンヘロニとしますけだけども、それの FDR アンダーバー BH ってやれば、各 P バリュー、もともとも最初から計算されていた P バリューを補正してくれます。こんな感じですね。1行目が最初の何も補正してない P バリュー。で、2行目が補正した後の P バリューで、もう1のものは最初からもう1でも関係ないんですけども、例えば、このマイナス13ってなっているのが、もともとが1.98なんちゃらなんちゃら E マイナス13だったのが 9.93E のマイナス13となっています。で、これはそうとすると、一番 E バリューが低いのがこの0で、2個目がこれですね。なので2位になるわけです、この順位としては。ですので、それ本当にこの計算方法で合ってるかと、各検定で得られた P 値を小さい順に並べて、 N 分の順位分の N を P 値にかけることで、個別の検定における FDR を求めるって書いてある、ここで書いてます。このやり方が合ってるかどうかをちょっと検算してみます。なので、もともとの P バリューこれですよね、 1.986083E-13、 これかける全部で検定回数10回なので、で、それにこの P バリュー、こいつは1番目、2番目なの順位なので、2分の10をしてるってことをします。そうすると、確かにこの FDR で、マルチドットマルチプルテストで、メソッドイコール FDR でやった場合に出てきた、この9.93042なんちゃらなんちゃらと、ほぼ同じ値が、この1.98なんちゃらなんちゃらをやっても出てきます。ですので、ベンジャミン・ホッチバーグ法の FDR の計算方法というのは、まさにこれです。計算方法としてはそんな難しくないですね。なんでこれで補正ができたことになるのかっていうのは、もともとのこの論文を読んでください。あんまりまともに解説してある本もあんまりないので、元の論文を読まないときついですけども、これで補正ができたとなっています。で、FDR で、じゃあ今までこの10個の P バリューを補正しただけですけども、これ全部の遺伝子、5900個ぐらいある遺伝子全部で FDR を求めてファイルに出力すると。で、解除条件定を群管でして、で、それを FDR 求めるやり方がこうなってます。結構最初ら辺は全部特に変わりはないんですけれども、ただ遺伝子の全部の数ってのが、このレングス、ロータグ、ドットバッチ、5953だと思うんですけども、この値をここに入力して、で、フォー分を遺伝子の数分だけ回します。で、解除条件定とかのところっていうのは、先ほどのと同じやり方です。で、最後のところに1行加わって、もともとの P バリューの値がこのここですね、 AR っていうものに入ってますので、それを FDR で、ボンヘロニ、ベンジャミン・ホッチバーグ法で補正するというやり方になっています。で、結果が多いので、もうファイルに出力しています。ここでは何倍のセーブテキスト関数っていうのを使って、テキストファイルにこの FDR で補正した P バリューだけを出力しています。これ結構ちょっと時間かかるかもしれないので、一回実行してみてください。実行するとしばらくここが米印になりますけど、米印が数字になると実行が終わったという意味です。何も結果が出てこないと思います。なので、で、
何か間違いがあった場合は、ここにエラーメッセージ出てきますけど、何もエラーメッセージが出てないということは実行できたということなので、この中身を見てみます。リード CSV で、この p バリューの値っていうのを保存したファイルを入力して出力すると。デスクライブ関数は、p バリューのこれ、一列の行列なんですけれども、それをヘッダーイコールノンってしてますけど、この1行目の p バリューをヘッダーだと考えちゃわないようにこうしてます。そうすると全部で5983個ありますよと。平均的な p バリューが0.11で、最小値が0で、中央値がもうすごい p バリュー低いと。75%の値も、これ四分位数のうちの75%ですけども、そこもこれぐらいなので、全体の75%以上の遺伝子が、普通の開示条件定で群間で検定すると唯一ありとなります。このプロットは別にあんまりただの傾向を表しているだけなので、基本75%以上の遺伝子が唯一ありとなっちゃうと考えてください。で、これは FDR なので、多重性の補正をしたとしてもこれぐらい、5000、数数えると5983遺伝子中4780遺伝子で有意差が出ます。はい。で、ケモスタットとバッチってそもそもだいぶ実験条件違うので、栄養飢餓条件と普通の条件間で遺伝子の発現に差があっても、これぐらい差があってもおかしくないかなとは思うんですけれども、ちょっと多すぎるように思いますね。全体のうちのかなりの部分の遺伝子に発現に差があります。で、これは何個か理由があるんですけども、一つ割とオミクス研究に特異的なこととして、大量にシーケンスしているので、 N、サンプルサイズがシーケンス量だと考えてしまうと、ものすごい N 数に、数百万とか数千万とかなるんですね。そうすると、この N、このサンプルっていうのはもう母集団とほぼ同じぐらい大きなものになってしまうので、10と15とか、10と30とかって、それぐらいの違いでも母集団がと同じような、サンプルイコールほぼ母集団と考えると、10と15でもその間には誤差がほぼないと考えて唯一ありとしちゃうんですね。それが検定の欠点でもあって、サンプルサイズが大きく、ものすごく大きくなってくると、ちょっとのタグカウントの差でも統計的な唯一ありと見なせてしまいます。なので、この5983遺伝子中4784個の遺伝子で唯一ありとか出ちゃいます。で、これは統計的な優位性というのが、実験的に、生物学的な優位性との違うところであるということを考えると、そういうもんだと納得するしかないんですけれども、結局ランダムサンプリングとかを仮定できるのかとか、データ、サンプルっていうのが本当に母集団をちゃんと反映しているかどうかっていうのをもう一回考える必要があって、基本オミックスの研究とかだとこれぐらい出たりすることもよくあります。で、なので、有意な遺伝子がものすごい数出てきてしまうと。で、そこからどうして取り組むのかっていうことに頭を悩ますっていうのが、オミックス研究でよくあることです。本当はこの値が5983遺伝子中数十個だったりすると、いろんな研究者が嬉しいわけですね。絞り込みができてしまうので、それに対してもう8割以上の遺伝子が有意でしたと言われても困るわけですよ。そういう状況になるわけです。オミックス研究の場合はもうサンプルサイズが大きくなってしまうので、そういうことが起こり得ると考えてください。なので、 RNA-seq とか SNP 解析とかしても候補がたくさん出ちゃうので、その候補をどう絞り込むのがかっていうのがむしろ重要になります。はい。で、あと15分ぐらいですけれども、で、ここまで非常によくある統計的仮説検定を使ってきました。ただ、RNA-seq の場合っていうのは、RNA-seq 実際にやっていられる方々がおられたら、こんな検定使うのと思ったと思うんですけども、実際はあまりこのような開示条件定とか、本位の有検定とかは使わないことが多いです。というのも、ここに書いてあるように、だいぶ特化した検定手法というのが開発されてきています。もともと RNA-seq っていうのはマイクロアレイの研究で使っていた統計解析手法っていうのがたくさん使われてきています。マイクロアレイに関しては結構歴史が古いので、たくさんいろんな、特に初期に出てきたオミックスのデータっていうのもあって、非常にたくさんいろんな専門的な統計検定手法とか統計解析手法が開発されています。
で、それがさらに先鋭化して、まあ、RNSSEC に特化したデータのモデル化とか、いろんなバイアスの入り方とかがあるので、それらをモデル化して、確率モデルに基づいた検定手法を使っているようなのが今の段階です。ですので、RNSSEC における統計的仮説検定というのは、もう本当にその問題に特化したような検定手法が使われています。よく知られている例だと DSEC2 だったり EdgeR とか、まあ、そういう専用の R のパッケージとかが出ていて、まあ、それを使う人が多いです。で、両方とも、まあ、ちょっとここで触れますけども、実際には先ほどの RNSSEC のカウントデータ、リードの各遺伝子がどれぐらい発現してたかっていうのを表しているカウントデータっていうのはポアソン分布っぽいですねと言いましたけども、実際はポアソン分布ではないんですね。負の二項分布っていうものの方がよりこの RNSSEC のリードのカウントデータには適していると、母集団の分布として仮定するのに適していると言われています。で、まあ、ロータグドットバッチのこの散布図見る限り、ゼロ付近がすごく値が多いのはそうなんですけども、この非常に右肩がものすごい広いんですね。で、分散がめちゃめちゃ大きいんです。で、ポアソン分布は実際こんなに分散大きくないです。で、まあ、これは発現量とかを考えると、実際の生物の細胞の遺伝子発現っていうのがほとんど発現していないような遺伝子が大多数で、一部ものすごくたくさん発現している遺伝子があるというような、こういう状況が普通よく観察される状態です。で、これはポアソン分布よりも、ポアソン分布にさらにもう一つ変数を加えた負の二項分布の方が当てはめが良くなるということが、いろんな研究から経験的に分かっています。理論はあんまりよく分かんないんですけども、一般ポアソン分布よりは負の二項分布の方が良さそうだと。まあ、ここで文章で書いてもよくわからないので、じゃあ実際に当てはめをしてみましょうというのが、この GLM による確率モデルの最優推定となっています。まあ、非常に難しい単語がいっぱい並んでますけども、これ何やるかというと、まあ、先ほどのロータグドットバッチ1のタグカウントデータ、これですよね。このデータがポアソン分布に近いですか、負の二項分布と近いですかっていうのを実際に見てみましょうというやり方です。で、GLM ジェネラライズドリニアモデル、一般化線形モデルと言われているものですけれども、正規分布以外のいろんな線形モデルありますけど、それらの確率モデル、まあ、ポアソン分布も負の二項分布も大体そうですけども、それら全て合わせて一般化線形モデルと言っています。なので、データからモデルを作って、それがどういう分布に近いかどうかっていうのを見るっていうような時によく使うのが、この一般化線形モデルとか確率モデルとか言われている分野です。実際にはこの3行でできます。非常に便利です。関数としては、スタッツモデルっていうようなライブラリがありますけど、そこの GLM っていう関数があります。で、そこにこのロータグドットバッチアンダーバーワンっていうデータを読み込んであげて、で、いろいろとモデル式、もう各変数を足し算でやるのか、それともなんか、いろんなデータをどう操作するのかっていうのを指定できるんですけど、ここは何も、そのままデータをそのままモデル化するっていうような、1という、1対1っていうのをしてやると、そういうデータを何もいじらずにそのままモデルを推定するということになります。で、ただ、一般化線形モデル、何もモデル指定しなくてもできるっちゃできるんですけども、とりあえずポアソン分布だと考えて、このデータからモデル式を、数式ですけど、数式を作ってあげます、推定しましょうっていうことをやります。その時にこのポアソン分布を指定するというのが、このファミリーイコール SM.FamiliesPoisson となっています。データがもう5900個ぐらいデータがある、データがあって、で、それがどういう分布に従うのかっていうので、とりあえずまずポアソン分布を仮定して、そこで最も最適なポアソン分布、ポアソン分布だとパラメータが1個ですけども、そのパラメータがこのデータに最も当てはめがいいパラメータを推定するというものです。それがこれです。この2行でそれができます。ポアソン分布はパラメータが必要なので、そのパラメータをデータ量が最優秀推定すると。で、その作ったモデルを要約するのがこれです。じゃ、とりあえずやってみましょうか。一瞬で終わると思います。これ、理論の方を説明しようとすると、それだけで90、確率モデリングで90分かかっちゃいますけど、Python だとそれがなんかもう3行で実行できちゃうと。で、ポアソン分布を仮定して、
GLM のモデルで、モデル推定をしています。で、実際に推定する変数は1個だけですけれども、コエフィシェント1個だけですけれども、こういう推定ができます。なんかいろいろ書いてますけども、とりあえず飛ばして、まずはそのポアソン分布ともう1個、負の2項分布っていうのがなんか当てはめがいいと言われてますけど、それが本当かどうかを、負の2項分布でも同じように同じデータを当てはめしてみます。で、違いはここです。ファミリーイコールネガティブバイノミナル、負の2項分布だと仮定してデータに当てはめてみます。これも一瞬で終わります。違っている場所はこのモデルファミリーがポアソンなのかネガティブバイナミナルかということです。他にもいくつか対数誘導とか、まあ、いろいろ関わっているとかあるんですけども、で、これらモデルの当てはめがどれぐらいいいのかと、もともとのデータがあって、それをポアソン分布と仮定した方がいいのか、負の2項分布と仮定した方がいいのかっていうのは、モデルはとりあえずそれぞれと同じデータから作っています。で、それがこのレス2とレス2、それぞれレス1にそれぞれモデルが入っています。で、どちらが当てはめがより良いかというののいろんな判定基準があるんですけど、一個情報量基準っていうような判定方法があります。で、めちゃめちゃいろんな、結局僕らが知りたいことは、そのデータから元の母集団を推定したいわけなので、データそのものに当てはめがいいものっていう、一番いいものは、まあ、多項式って言われているような、もうたくさん変数を大量に作って、そこからもうぐにゃぐにゃなこのデータに一番合うようなモデルを作ることがいいんですけども、それだと元の母集団とは別物、データと母集団っていうのはそもそもバイアスが差し掛かっているものなので、データに最も当てはまりがいいものが母集団にも最も当てはまりがいいかっていうと、そうではないので、そこをじゃどう評価するかと、あまりデータそのものにオーバーフィッティングっていうか化学習してしまってもしょうがないので、元の母集団の方にもちゃんと当てはめがいいかどうかを判断するのに、この情報量基準っていうような変数、評価方法があります。これはまあパラメータの数、ポアソン分布の場合パラメータは1個で、負の2項分布の場合はパラメータは2個ですけども、多項式分布とかになってくると、これがパラメータ数十個とかできちゃうんですけども、そのパラメータの数あんまり多くしない状況で、でもデータの当てはまり方はより良いようなものがをより良いと推定する、評価する仕様になっています。詳しくは言わないですけども、非常に簡単に計算することができて、このデータ、ポアソン分布でモデルを推定した結果がレス1に入っているので、それの情報量基準、赤池情報量基準というものを計算しますけども、それを計算してあげると10784590という数値が出てきます。まあ、これ値が小さいほどいいんですけども、で、それに対してレス2.1、こっちはポアソンじゃなくて負の2項分布で当てはめモデル化したものですけど、これでも同じように情報量基準を計算すると91,397と出ると、もう値全然違いますね。で、負の2項分布の方がよりこの情報量基準の値が小さくなります。なので、この情報量基準っていうものでどちらのモデルがいいかっていうのを選択すると、ポアソン分布よりも、この RNSSEC のカウントデータっていうのはポアソン分布よりも負の2項分布の方が良さそうだと、少なくともこの、まあ、1個のデータ使っただけでの話ですけども、このバッチ1のデータを使った限りだと、まあ、そういうふうに推定できます。で、これはいろんなデータで同じようなことがやられていて、やっぱりポアソン分布よりも負の2項分布だと仮定して解析をした方がいいだろうということが RNSSEC の場合は言われています。で、サマリーツは飛ばして、一般的に RNSSEC データの、もうあと5分ぐらいしかですけど、RNSSEC データの発現量変動解析、DEG 解析とか DGE 解析とか言われてますけども、これはレプリケートを何個か用意します。で、レプリケートなしで RNSSEC の発現量変動解析やるのは結構危険なのでやめた方がいいんですけども、大体2個とか3個とか4個とか5個とかレプリケート用意して軍艦で変動解析をします。で、何らかの検定手法で検定をします。
その場合、当然ながら、その元々の母集団と比べてサンプルっていうのはノイズが入ってますので、そのノイズがどれぐらい、どういうふうに入ってるかをモデル化するっていうことをします。で、群管で何らかの指標でモデル間を比較してあげて、遺伝子ごとに発現量の違いを検定するっていうことが今主流でやられています。で、通常このタグカウントですね、TPM とかよりもタグカウントを使うことが多くて、あと何倍発現が変動したかどうかっていうのはログフォールドチェンジ、2倍量とか4倍量発現が変動したっていう議論するときに簡単になるので、このログフォールドチェンジを使われていることも多いです。あと最近ではその遺伝子ごとの発現量っていうよりも、トランスクリプト単位での発現量っていうのをサルモンとかカリストとかっていう、そういう発現量解析してくれる、発現量解析っていうかマッピングツールだと、遺伝子ごとっていうよりはトランスクリプトごとに出してくれるものがあったりしますけれども、それについても遺伝子ごとに直して集計することが多いです。で、やり方としては DSEC2 とか HR とかいろいろありますけれども、大抵今使われているのはこの DSEC2 か HR どっちかがよく使われています。で、残念ながら Python ではほとんど実装されてません。なので Python 講習会ですけども、この歯切れが悪いんですけども、 R を使った方がいいですよと。 RNSEC の、統計解析するんだったら R を使いましょうと。ここまで来てあれですけども、はい、もう正直そう思います。それはこの DSEC2 とかの論文とか読んでもらうと分かるんですけども、かなりいろんな工夫をしています。で、1個ずつを Python で実装することもやろうと思えばできるとは思うんですが、非常に面倒くさいので、まだほとんど誰も実装していないです。なので DSEC2 の論文、2014年かな、2012年か、それぐらいに出された論文で、これは R で実装、そして2014年に出たこの論文で R でバイオコンダクターで実装されていて配られてるんですね。で、まだ著者がいろいろとアップデートしてますけども、それがほとんどの場合使われていて、その互換性がある Python のプログラムっていうのは、まだ信頼できるものはまだ存在しないです。なので R をお勧めしまうと。あと2分ですけど、 DSEC2 じゃ一体何をやっていて、なので Python でこれ実装するの何が大変かというと、チュートリアとか論文に非常に詳しく書いてあるんですけども、負の二項分布に従っているっていうのはその通りで、DSEC2 でもそれをその過程を置いています。で、遺伝子ごとに先ほど紹介したようなその GLM っていういろんな確率モデル、線形の確率モデルを推定して、発現量の確率モデルを推定しています。で、そこで基本になっていくのはレプリケート。これもレプリケートを用意するのが前提で、レプリケート間で遺伝子のタグカウントが結構ばらつくので、そのばらつきをモデル化してあげて、で、あとは RSEC のデータ、あんまりレプリケートが例えば10とか100とかあるとかってほとんどなくて、大抵5とかそれぐらいしかレプリケートがないです。なので一般的な統計解析と比べてレプリケートが非常に少ないというのが特徴としてあります。なのでサンプルサイズが少ない、サンプルサイズが小さいということを前提とした確率モデルになっています。当然そうすると遺伝子ごとにばらつき激しいので、ただその時に、これは生物学的な工夫ですけれども、だいたい発現量に似ているものっていうのは、そのレプリケート間でも発現量のばらつきもそんなに変わらないだろうっていう、あんまり根拠はあるかどうかわかんないですけど、こういう似たタグカウントの似た発現量の遺伝子間では、レプリケート間でも発現量のばらつきは大体同じぐらいだろうというような仮定をしています。これがいいのかどうかはちょっとよくわかんないです。で、この制限を設けてあげることで、サンプルサイズが小さくてもなんとかなるようにしています。で、遺伝子ごとにタグどれぐらいタグカウントがばらついてるかっていうのを、レプリケート間のばらつきはこれはもう評価できますので、ここから推定しています。で、リード数の違いもその DSEC2 の中で補正しているので、入力データが TPM じゃなくてタグカウントデータそのままで入力できますっていう、かなりいろんなことをやっていて、まあこう説明書を楽しますけども、このタグカウントがだいたいどれぐらいの発現量のものだったら、どれぐらいデータがばらつくのかっていうのも、この赤が実際の縦軸は、こればらつき、発現量じゃなくてばらつきですけども、ばらつきをこう実際のデータのばらつきっていうのはこの黒で表していて、めちゃめちゃばらついてるんですけども、それを特定、これぐらいの発現量だったらこれぐらいのばらつきっていうのを1個にまとめてしまって解析をやっています。で、めちゃくちゃ発現量がサンプル間でばらついているようなものっていうのは、それだけ
特異的に扱っていますけれども、ほとんどのものは、ほとんどの遺伝子に関してはデータレプリケート間で遺伝子の発現がばらついていても、大体の発現量がこれぐらいだからばらつきもこれぐらいって1個に指定して検定をやっています。ここちょっとなんか変なマジックを使ってますけども、であとは何やってるかっていうと、もうこうずらずら書いてますけども、うん、あとは発現量があんますごく低いようなものに関しては、もうフォールドチェンジとか2倍量発現に関わってるって言っても1本対2本の差とかそんなものなので、そんなもので検定はしないっていうことで、発現量が一定以上よりも低かったらもうそこでは検定もしないっていうようなことを工夫してたりしています。他にもずらだといろいろとありますけども、なのでこれを Python で実装しようと頑張りましたけど無理でしたというので、なので R をおすすめしますと。結論としては発現量変動解析をしたい場合は R を使ってくださいという C 言論文ですけど、そこまでです。はい、以上です。でも